オンセミコンダクターホールディングス株式会社は、米国企業傘下にある日本の半導体専業メーカーである。LSI、ディスクリート、ハイブリッド IC を主な事業分野としている。三洋電機株式会社の半導体部門が分社し、100% 子会社として2006年7月3日に設立された。本社は三洋電機株式会社の東京製作所内にある。2007年10月、三洋電機は三洋半導体の売却について、買収ファンドのアドバンテッジパートナーズと交渉を続けたが、価格面で折り合わず交渉を打ち切った。この時点で、三洋半導体は売上高1800億円、営業利益約40億を計上しており、自主再建の方針となった。しかし、2010年7月、三洋電機は、米国のオンセミコンダクターに、約330億円で、三洋半導体を売却すると発表した。この時点で、三洋半導体は売上高995億円。営業損益は71億円の赤字に転落していた。旧三洋半導体の買収の意義について、ラシード氏は次のように語っている。買収した理由はいくつかある。まず、当社の長期の M&A 戦略だ。それは、当社の製品ポートフォリオを拡大するために、主要エンドマーケット向けに、当社の製品群を補完する技術や製品を増やすというものである。三洋半導体の買収は、この M&A 戦略に即していた。第2の理由は、三洋半導体の買収は、当社の日本における存在感の強化、顧客増加、マーケットシェアを上げることにつながると考えたことである。2011年1月1日に、オンセミコンダクターによる買収が完了し、同社の 100% 子会社として運営されている。当初、最長3年間は、三洋ロゴを使用する計画であるとしていたが、2013年9月にロゴが変更された。さらに、ブランド名を ON セミコンダクターに統合するため、2014年2月に称号をシステムソリューションズ株式会社と変更した。統合当初の旧三洋半導体は、システムソリューションズグループという事業体として、オンセミコンダクターに編入されていたが後に、同グループは解消されている。ありがとうございます。